4月8日発売、遊戯王ラッシュデュエル VS パックマキシマムフォースという新パック。このパックに収録されるカードがもう続々発表されてます。まず目玉はこちら。オーバーラッシュレアで、超魔機関マグナムオーバーロード。そして超魔機銃マグナムオーバーロード。オーバーラッシュ仕様で登場します。さらにまだありますよ。モンスターの再録は、超魔騎士マグナムオーバーロード。クラフタードローン。そして、サイコショッカーもシークレットで再録されます。魔法カードは、テンションマックスがノーマル。地味に性能は強い。超魔騎士マグナムオーバーベース。全部再録やこのオーバーラッシュレアとシークレットレアは正直新カードが欲しかったっていうのはありますが、サイコショッカーはね僕すごい好きなんでシークレットで欲しいですね。これだけもう再録情報もいっぱい出てるんですが、新カード情報の中でもねすごい強いカードも出てます。こちら BBB ビーストブレイブブランディッシュ。フェアリーテールではブランディッシュミューが一番好きでした。魔法カード条件、自分の墓地のマキシマムモンスター2体デッキに戻して発動できる。自分はワンドローする。その後自分フィールドのマキシマムモードのモンスター1体は表側表示でいる限り貫通するという永続効果が付けられます。装備魔法以外で永続効果つけれるのはラッシュデュエルでは初めてなんじゃないでしょうか。 BBB これは期待したいですね。このマキシマムフォース、レアリティの中のオーバーラッシュレア2種は再録のオーバーロード2種、シークレットレア2種のうちの1種はサイコショッカーだとすると、シークレットレア残り1種類のみとなりました一応ねスーパーレア以下のカードでもオーバーラッシュレアになったりシークレットレアになるよと書いてはあるんですが、シークレット限定の残り1枠が再録になるのか、はたまた新規が来るのか。レジェンド覚醒パックと同じ今までの感じだとシークレットは再録な気がしますね。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の情報でお会いしましょう。バイバイ。